吉宗評判記暴れん坊将軍。上様、よろしゅうございますか。うん、何だ。辰五郎が大至急お目にかかりたいと申しておりますが。何じゃと。いくら親しいとはいえ上様を呼び出すとは失礼な。予算家事、辰五郎が会いたがっているのは徳田新之助なのだ。だが何事だろう。数日前、城中出入りの泉堂が一家心中するという事件がございましたが、そのことに関わりがあるようでございます。一家心中、これは会ってやらねばいかんな。上様、お呼び立ちして申し訳ありません。御用商人が一家心中をしたそうだが、そのことか。ええ、そうなんですよ。実は心中したわけが皆目わからないんですよ。泉堂は三代続いた老舗でしてね、主人もおかみさんもそれは町内では人望の高いいい人でした。商いの方もなんとかうまくいったようだし、取り調べに当たった月番の北町奉行所のお役人も全く手空いてる始末でね。遺書はなかったのか。へい。忠相、どう思う。は、当月は非番ですので表立っては動けませんが、一応の取り調べは。しかし何一つつかめませんでした。ただ一人娘のおことちゃんが大奥へご奉公に上がってんですよ。だからもし死ななきゃなんねえわけがあるとしたら、この辺じゃねえかと思いましてね。娘が大奥に。人が三人も死んでるってのに、わけがわからねえじゃ仏様も成仏できませんもんね。辰五郎から相談を受けたのですが、ことが大奥内部ともなりますと、私も手出しができず、いささか困り果て、それで上様のお耳に。なるほど。それで俺に探れと言うんだな。いえいえ、とんでもありません。上様にそんなことを頼めますか。ただ相談だけはしておこうと思いましてね。嘘をつけ。俺なら何とかなる。腹の中じゃそう思ってんだろう。上様。わかった。大奥はいわば俺の指定だ。何かあるとすれば放っておけ。何とかしよう。私には心中の原因がこの大奥にあるなど信じられませんが、万一あるとすれば前代未聞の不祥事です。遠慮は無用じゃ。一度存じよりを申すように。おう、やっておるな。上様、お目見え以下の者、早々に下がりなさい。よいよい、それそのまま続けてくれ。はい、お許しが出たゆえそのまま。どうじゃ、
申すことはないか。恐れながらお琴殿は人柄もよく勤めぶりも人並み以上、そのようなことをいたすとは信じられませぬ。私仲良くしていただいておりましたの、おかわいそうで。その方たちはどうじゃ。何も思い当たるところはございませぬが、私たち詳しいことは存じませんので。上様お聞きの通りでございます。この大奥に心中の根があるとは思えませぬが。そうですか、わかりませんか。うん、俺からも聞きただしてみたが、それらしい気配はない。やはり商い上のことが原因ではないのか。そうかもしれませんね。新さん、厄介なことばっかり申し上げてすいません。大奥のお年寄りには上野寛永寺芝増上寺への大参という大切な役目があった。大参の帰りには昼食の休憩と称して忍ばずの池のほとりの料理茶屋へ立ち寄り羽を伸ばすのが奥女中たちの楽しみとなっていた。一度ゆるりと休息するがよい。待たせましたな。松風、果実の柳の局の取り調べ、肝を冷やしたぞ。あのことを知っているのは我ら三人だけ。案ずることはありません。一家心中とはな。あれには驚きましたな。したが官職のお城式用人から日の当たる場所へ出世するにはどうでも金がいる。一万両ほど作れぬかな。みゆき、良い獲物はおらぬか。早速当たってみましょうほどに。松風の局様がお召しにございます。火急の御用とか、お急ぎを。はい。なんということ。お通りなされまする。松風、何ぞありましたか。いいえ、お取り締まりのお耳に入れるようなことではございません。日頃からお廊下は静かにと申しておるに、走ったりいたすからいけないのじゃ。はい、お局様が急ぎお召しと聞き、ついこのお皿は五代将軍綱吉公ご遺愛のお品。そなたたち、どういたすつもりじゃ。ごめんくださいまし。お待ちください。
るいのはこの私、責めは私が。どう責めを負うというのじゃ。特別の計らいで宿下がりを許すゆえ、親元とよう相談するがよい。さあ、行きゃ。大変なことになってしまった。お父っつぁんおっかさんに相談しても苦しめるだけ。やはり死ぬより。待て。おいおい、マジで落ち着くんだ。落ち着けよ。早まるではない。お話しください。待てというのに。あ、おめさん、今津屋のおすみちゃん。しようとしたの？ああ、力になれるかもしれねえ。話してみるんだな。話せば気持ちが楽になるぞ。頭。今津屋さん、お連れしました。どうぞ。おすみ。お前、どうしてバカな真似を。おっかさん。頭、ご迷惑をおかけしまして。いや、そんなことはいいんですが。何を聞いても泣いてばっかりで。気持ちが高ぶってるんだ。落ち着くまで待って、それから聞き出すように仕方があるまい。はい、今夜は連れて帰りまして、私どもで。ああ、それがいいや。そうした方がいいよ。では改めてご挨拶には。おい、さあさあさあ、おすみ。おい、キュー、ちょっと来い。え、おめえ、どうしておすみさん知ってるんだ。え、同じ町内の生まれなんでさ。もっともおすみちゃんは表通りの大店の娘さん。こっちとら裏長屋の左官のガキでしたがね。そんなことおめえ言わんでもわからんね。何か思い当たることはないのか、身投げの原因で。そりゃ無理だよ。寺子屋で机並べてただけだし、第一何年かぶりで会ったんですぜ。寺子屋で一緒か。おめえのこった、いじめたんだろうな、おすみさんを。よしてくれ、兄貴。逆だよ、逆。本当ですからね。キューちゃん、ありがとう。大きくなったら、私、キューちゃんのお嫁さんになるわ。はい、キュー。ちょっと、キュー。お前、子供の頃の約束本気にしてるんじゃないんだろうね。冗談じゃないですよ。大店のお嬢さんと裏長屋のガキですぜ。月とすっぽん、ちょうちんと釣り金でさ。それじゃあ何とも思ってないの？もちろんですよ。おすみちゃんは15の時に大奥にご奉公して。何、大奥？ええ、今じゃお産の間とかって役に出世してるそうだし、ますますいけませんや。新さん、また大奥女中ですね。うん、何かありそうだな。少々厄介だが、大奥を探ってくれ。おことの心中、おすみの身投げ、どうも気になる。かしこまりました。ねえ、あなた、亡くなったおこと様知ってる？ええ。どんなお方だったの？どんなって、私たちお顔を知っているだけだから。そう、じゃあおすみ様は？あの方はいい方よ。突然お宿下がりになってしまったんですってね。どうしてかしら。よくはわからないけど、それはね。ほれ、そなたたち、
大奥入りに際して差し出した精子を忘れたのですか。余計なことは一切見ない、聞かない、話さない、忘れてはなりませぬぞ。はい、申し訳ございません。何、腰元たちがお墨の噂を。はい、精子を盾に釘を刺しておきましたゆえ大事ないとは思いますが、ことは急いだ方が良さそうじゃ。図書殿に知らせねば。九さんでは。旦那、先日はすっかりお世話になりましたね。いえ、その後おすみちゃん、それが何を聞いてもどうなだめても何一つ話しちゃくれないんですよ。あまり責めてまた妙な気を起こされるといけないんで困ってんですよ。あなた、じゃあ旦那、明日はこれで。頭によろしくね。え、なんだね。あのお店にお武家のお客様が。今津屋でございます。何か。拙者お広敷御用に篠原図書殿の家臣笠松千八と申す。篠原様がその方と面談いたしたいとお待ちだ。堂々してくれ。こちらは大奥お年寄り松風殿だ。見知りおけ。はい。実はの今津屋、お墨が大変なことをしてくれての。こともあろうに五代将軍綱吉公ご遺愛のお皿を割ってしもうたのじゃ。天下のご法ではお墨は死罪。その方ら一族も死罪没収の上島送りは免れしたが、松風殿は情けに厚い御仁。いくらご遺愛の品とはいえ皿一枚で若い命を散らすはあまりにむごいと仰せられてな。ことを表沙汰にせず穏便に収めるよう計らうこともできそうなのじゃな。お願いでございます。できることは何でもいたします。どうかどうか穏便にお計らいを。わかりました、そのように計らいましょう。したが天下の御法を曲げるのじゃ、あちこちに手を打たねばなるまいが。あのもし金子がご入用ならばそれは私どもで。さようか。なれば少々用立ててもらうかな。はい、どのくらい。さよう、一万両ほどな。一万両。娘の命が助かり店が無事で済むのだ。安いものだぞ。万一このことが世間に漏れれば娘は死罪、他言は一切無用だぞ。はい。一万両。そのような大金出せるはずがありません。出さねばお墨が。お父っつぁん、すべて私がいけないんです。私さえ。お墨、心配ないよ。お父っつぁんがそんなことはさせん。家屋敷を手放せば何とかなるさ。お父っつぁん、親子三人で出直そう。生きていればまたいいこともある。あなた、お父っつぁん。あの野郎、ため息ばっかり吐いちゃう。何とも思ってないなんて言ってたけど、やっぱりおすみさんのこと好きなんじゃないかしら。まさか。相手は大奥の女中で大店のお嬢さんですぜ。そんなことはねえと思いながらもよ、腹の中じゃひょっとしたらってそんな気持ちになるってこともあるぜ。それもそうだな。悪い相手に惚れやがったな。
一緒に来な。今津屋さん行くぞ。へい。ああ、今津屋さんじゃねえか。おい、こんなところで何してんだ。あの店は土地や家屋の売買に口聞いてるんすよ。あ、頭。今日はまた何です。飽きないですか。いや、ちょっと。あ、おすみさんどうなさいました。おかげさまで、なんとか。それじゃ、訳が分かったんですね。まあ。何があったんですか。よかったら聞かせてもらえませんか。徳田様、それはご勘弁くださいませんか。どうしてです、旦那。あしら及ばずながら力になると思ってやってきたんですよ。ありがとうはございますが、私どもで解決の目処もついておりますので、どうぞご心配なく。旦那、頭も新さんも心配して来てくれてんですよ。話してくれてもいいじゃないですか。いえ、本当に大丈夫ですから。もう忘れになって、どうぞお引き取りください。そんな言い草ってあるかい。若い娘さんが身投げするなんじゃ普通じゃねえ。大丈夫だ、心配するなって言ったってそうはいきませんぜ。おい、キュやめねえか。今日は帰ろう。よほどの事情があるに違いない。ことを荒立てない方がいいかもしれんな。旦那、お言葉に従いまして今日は引き上げます。何か困ったことあったらいつでも相談しておくんなさい。半蔵、おそのはどうしてる。あ、しきたりの厳しい大奥ですので苦労しているようですが。そうか。今勢は何かを隠してるようだ。探ってくれ。心得ました。みんな突然の話なんだが、ちょっと訳があって今日限り店を閉めることにしました。一体どういう訳を話さなければ納得してもらえまいが、それは聞かないでおくれ。頼みます。すまないね。みんなよく働いておくれだったのに、許しておくれ。みんなこの通りだ。勘弁してほしい。何ですって。今津屋が店じまい、うん、どうしてなんだい新さん。いや、理由は奉公人たちにも話さなかったらしい。都合により店じまいいたします。おすみちゃん。キュンちゃん。なんだか部屋の中に閉じこもってるそうじゃないか。いけないぜそんなの。その辺まで気晴らしに出ようぜ。な、さ、行こう。どうで、いい気分じゃねえか。むしゃくしゃした気分なんか吹っ飛んじまう。キュンちゃん、ありがとう。え、なんだよ、急に改まって。お店のこと聞いて慰めに来てくれたんでしょ。キューちゃん、子供の頃からガキ大将のくせに優しいところがあったもんね。けど店じまいするなんて驚いたぜ。一体どういうわけなんだ。大奥で何かあったのか。旦那は自分たちで解決するから心配するなって言ってなすったが、やっぱり気になるよな。俺にできることねえかな。大したことはできねえけどよ、おすみちゃんの役に立ちてんだよ。話してくれよなあ、おすみちゃん。キュウちゃん、本当にありがとう。
それほどまで心配してくれるなんて嬉しいわ。でも、なんとかなりそうなの。嘘じゃねえだろうな。本当は私、生きてはいられないところだったの。でも、松風様のおかげでどうにか。もうそれ以上は聞かないで。ごめんなさいね、キュウちゃん。おすみちゃん。松風様のおかげで助かったって言ってたけど、松風様って誰だろうな。網傘で顔は見えなかったが、腕の立つ侍だ。くそ、ひでえことしやがって許せねえよ。おすみちゃん、松風様って誰だ。おすみちゃん。おすみさんのことが好きだったのね。まさかおすみさんの横に立とうと思って嫌いたんじゃないんだろうね。そうですよ、そうに決まってますわ。同時なやつだけど、いいとこあるよな。源蔵兄貴、その侍探し出して。仇討ちか、やるぞ俺も。おい待て、座れ。けど頭、このままじゃ今日はかわいそうだぜ。今度のことはな、大奥が絡んでんだよ。てめえらがバタバタしたって始まりゃしねえんだよ。どんな圧力をかけられようと、やるだけのことはやる。俺に任せてくれ。頭、あれどうするつもりだ。今津屋さんの件が解決すれば旧の仇討ちにもなりますし、だからもう一度今津屋さんに会ってみようと思って。それもいいかもしれん。だがな頭、旧は今松風という名を言った。大奥の松風の局かもしれん。俺が当たるまでそれまでいいな。わかりました。今津屋の店じまいにつきましては、町方も厳しく問いただしたのですが、一切口を割りません。じい、大奥に連絡してくれ。あ、またあの柳の壺に似合うのでござりまするか。いや、そうではない。お園が潜り込んでいるから、松風の壺を探るようにと伝えればいい。ああ、それならば。松風様を承知いたしました。加納殿、腰元ごときと何をこそこそやっておられるのです。いや、大したことでは。まさかいつぞやの泉堂の件を蒸し返そうというのではありますまい。あれは私が取り調べ、何もないと決まったのです。なぜ信用なさらないのです。信用しろという方が無理じゃな。なんですと、この嫌味カマキリが。言ったな、この面つねめ。面つねめは何じゃ。何じゃとは何じゃ。何じゃ。何が何じゃ。人目には立たなかったか。大事ありませぬ図書殿。その後今津屋は何をしております。守備は上々。店を畳んで家屋敷を売り金を作る腹らしい。気の毒に。
綱吉公ご遺愛の皿を金のなる木に育てねばな。そうですとも。おことの時ももう少しで首尾を参るところであったのに。お待ちください。これは私では。お黙りなさい。そなたはこの部屋の係。この部屋で起きたことはすべてそなたの責めです。この鏡は五代将軍綱吉公のご正室上皇院信子様がお越し入れの時お持ちになった品で、代々関白高塚家に伝わる大事なお品。大変なことを。馬鹿正直だけでは出世はできぬてな。しかも図書殿、あの鏡道具屋で見つけた偽物とも知らず。死んだら終わりだと申すに。馬鹿なやつよ。死ぬのは弱いやつ、負け犬だ。世の中ずぶとく生きねば。確かに人の気配がしたのだ。新さん、これは立派なゆすりですよ。うん。お広敷用人篠原図書と大久保年寄松風が仕組んだことで、おことさんには何一つ罪はないんだ。偽物と知らず鏡を割ったと思わされ追い詰められたんですね。泉堂は口止め料ができず死を選んだに違いない。殺されたも同じだ。これで今津屋の店じまいのわけもわかりますね。うん。金を作るために店や財産を手放すつもりだ。まあ、おすみさんや今津屋さんが助かる。はあ、これはキューが聞いたら喜びますよ。キュー！おキュー！キュー！静か。おすみちゃん！おすみちゃん！謝ったことをしちまったんじゃ。おすみちゃん、おすみちゃん、キュッチ、その傷は。何でもねえ、何でもねえ。まさか私のために。そんなことより、おすみちゃん、おめえ大奥で何かを壊したんじゃ。違うんだ、違うんだよ。おめえは罠にはめられただけ。何も壊してないんだよ。おい、キュッ、バカ野郎、なんで無茶なことしやがって。頭、助けたかったんですよ、おすみちゃんを。俺はただそれだけで。キュッちゃん、おかみさん、今津田さんはまさか金を持って出かけたんじゃないでしょうね。はい、一時ほど前に。そんなことする必要はなかったんだ。皿を割ったのはおすみさんじゃない。しかもあれは偽物。そう、おめさんたちはゆすられていただけなんだよ。おっかさん、今津田さんはどこ行ったんだ。取引の場所は本所小梅の幸運寺です。幸運寺かしら、この辺りに馬は。ええ、この先にありますが。よし、新さん、気をつけて。
金はできたか。はい、ここに。これで全てをご内密に運んでいただけるのでございますな。そうしたいのだが、1万両ではいささか不足でな。もう5000両ほど出せぬ。え、それではお約束が違います。黙りなさい。天下のご法を曲げようというのですぞ。1万両が2万両でも安いものではございませんか。しかし、この金は店や全財産を処分して作った金でございます。5000両はおろか、もう1文だって作ることはできません。お願いでございます。この1万両でお願いいたします。できるかな。さての、下手をするとこの1万両も捨てることに。はっ。とにかく金を運ぶか。おい、松金様、まさか金だけお持ちになって後で知らぬなどとおっしゃるのでは。やはり金を、金を返してくれ。構わん、切れ。俺は天下の風来坊、徳田新之助だ。徳田上様。篠原図書、松風、出世欲に目がくらみ、薄汚いゆすりで泉屋一家を死に追い込み、今また今津屋一家を苦しめるとは。この吉宗捨ておける。成敗いたす。上様を語る素の人ぞ。構わる、切れ切れ。今津屋、世の不明で苦しい思いをさせてしまった。許してくれ。とんでもございません。危ないところを助けいただきありがとうございました。上様、大奥を舞台にゆすりが企ばれていたとは、すべて総取締であるこの私の不行き届き、何とぞお役御免を。よさぬか。騙されたのは
余も同じ。その方の責めではない。引き続き勤めてくれ。ありがたいお言葉。なれどそれではあまりに。よいよい。第一、坪根がいなくなれば、爺の喧嘩相手がいなくなる寂しがるではないか。上様。これ坪根、上様のお心感謝せねばいかんぞ。加納殿、お待ちを。何じゃ。おっしゃるまでもなく、この柳の坪根、上様のお心には心の底から感謝いたしております。なれど加納殿、そなたにそのように言われることはありませんぞ。何じゃと。何がどうしたとおっしゃるのだ。この嫌味カマキリ殿、何しようったな、この面白め。うるさい。はい、どうもありがとうございます。いらっしゃいませ。はい、どうも。いらっしゃいませ。よし、いらっしゃいませ。お城、はい、ああ、伊勢以上の繁盛じゃないか、お前さん。そうだな。ああ、頭、ようこそ。この度はいろいろとご迷惑をおかけしまして、申し訳ございませんでした。ああ、とんでもねえ。それにしても、大奥を舞台にゆすりを企む奴がいるとは、恐れ入ったな、おい。全くです。キューちゃんには、怪我までさせてしまって、許してくださいね。いや、こんな怪我は蚊に刺されたようなもんだ。気にしない気にしない。あの、おすみさん、あの、Q のことなんだけど、実はこの人ね。おかみさん。いいんだよ。こういうことはね、はっきりさせておかなくちゃいけないんだから。おすみさんのことをね。ごめんくださいませ。おつぼね様。おすみ殿、この度のこと、まことに愛すまぬと思っております。どうであろう、改めて私の付き女中として、大奥に召し出したいのじゃが。そいつはめでて、おすみちゃん、お受けしろよ。キューちゃん、受けてくれますね。おすみちゃんがまた大奥へ上がるんですよ。手でも締めて祝ってあげてくださいな。リコ、おめえやれ。よいしょ。よればしないさ。負けてたまるか。ぐっと睨むこの目に血がたぎる。吉宗評判記暴れん坊将軍、次回は。あれだけの距離から一発で通すとは。よう、源蔵に。よう、翔太じゃねえか。おい、加納様も腹痛でございますか。他にもいるのか。はい、傷んでるとは思えなかったけど。翔太のやつ、腐ったしじみなんか売りやがって。お役人様。しじみを売った少年を北町がしょっぴいていった。天満町へ身柄を送るそうでございます。
翔太の父親をな、例の新式の弾で撃ち殺された籠屋の安吉だ。何かの毒が。うん、鉛だ。だが鉛はどこにでもあるというものではないぞ。おしろいの材料ですか。それに鉄砲の弾。鉄砲の弾。はい。キキキ。次回、しじみ汁から弾が出た。どうぞご期待ください。